登録記念物、第1号、相良園神戸市登録記念物は、日本の文化財保護法に基づき、文部科学大臣によって登録された、保存及び活用のための措置が特に必要とされる、記念物。文化財保護法では、記念物は、文化財のうちの貝塚、古墳、都の城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にと、捨て歴史上または、 学術上価値の高いもの庭園、橋梁峡、峡谷、海浜、山岳その他の名称地で我が国にと、つて芸術上または鑑賞上価値の高いもの動物、植物及び地質鉱物で我が国にと、つて学術上価値の高いものの三種のものであると定義されており、このような記念物のうち重要なものを指定する制度として、史跡、名称、天然記念物が定められている。 しかしながら、近代の産業遺産のように、その文化財としての評価がまだ定まっていない、記念物については、近年、保護の必要性が叫ばれているにもかかわらず、重要なものであることを要件とする既存の史跡、名称、天然記念物の指定を受けて、十分な保護を図ることは困難であった。一方、すでに文化財のうちの記念物とは、他のジャンルにあたる。 有形文化財については、1996年の文化財保護法改正で、従来の重要文化財の指定制度を保管するものとして、建造物を対象に登録有形文化財の登録制度が設けられ、近代以降の建造物の保護に成果を上げてきた。そこで、2004年の文化財保護法の改正において、記念物についても、 登録有形文化財制度に倣って新たに登録記念物の制度を設け、保存及び活用のための措置が特に必要とされる記念物を登録し、広くその保護を図ることとした。なお、この改正では、建造物以外の有形文化財、すなわち美術工芸品関係にも登録制度を設けるとともに、有形民族文化財についても、 同様に登録有形民族文化財として登録制度が設けられた。登録記念物は記念物を対象とするものであるが、国が指定している史跡、名称、天然記念物、または地方公共団体が指定している史跡等の文化財は登録記念物としての登録の対象から除外される。これは登録記念物の登録制度が史跡、名称、 天然記念物の指定制度を保管するという性格を有するためである。また、登録記念物として登録された後に、その登録記念物が、国の史跡、名称、天然記念物の指定を受けた場合、または、地方公共団体の史跡等の文化財として、指定を受けた場合は、登録記念物としての登録は抹消される。ただし、 地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合においてその登録記念物についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がありかつその所有者の同意がある場合は例外的に登録を抹消しないことができる2006年1月26日には登録記念物の最初の登録物件として函館公園 サイド公園及びサイド山永久植生保存地、サガラ園の3県が登録された。なお、このうち、サイド公園及びサイド山永久植生保存地は、2007年2月6日に、名称に指定されたため、現在は登録記念物ではなくなっている。登録記念物登録基準では、文化財登録現場に登録する、記念物の基準を次のように定めている。政治。 経済、文化、社会に関する遺跡その他の遺跡のうち、原則として近代までのものであり、かつ、次の覚悟をいずれかに該当するものを我が国の歴史を理解する上で重要なもの地域の歴史の特徴を表しているもの歴史上の人物等に関する、もの公園、庭園その他の名称地のうち、原則として人文的なものにあっては造成後50年を経過したものまたは、 自然的なものにあっては広く知られたものであり、かつ、次の覚悟をいずれかに該当するもの。造園文化の発展に寄与しているもの自体を、特徴づける造形をよく残しているものを再現する、ことが容易でないもの動物、植物及び、地質鉱物のうち、国土の成り立ち、自然の特徴または、人と自然の関わりを知る上で重要なものであり、 かつ、次の覚悟をいずれかに該当する者我が,が国において作り出された、使用動物及び、飼育地我が国において作り出された、栽培植物及び、生育地動物、植物並びに、岩石、鉱物及び化石の標本前3号に掲げる者、以外の地域独特の自然物または、自然現象2021年10月現在、次の122件が登録されている。 ありがとうございます。